ミカエル・レビナス・ミカエル・レビナスは、フランスの現代音楽の作曲家及びピアニスト。著名な倫理学者、エマニュエル・レビナスの息子。1949年パリに生まれる。パリ国立高等音楽院において、オリビエ・メシアンの分析クラスにて学ぶ。ジェラール・グリゼーやトリスタン・ミュライ・ユ等と共に、演奏団体アンサンブル・イティネレールを設立し、その責任者を務め、 スペクトル音楽の方向性の確立に関与した。現在は母校にて当時の師と同じ分析クラスの教授を務める。彼にとってのすべての器楽曲は舞台音楽としての次元で書かれている。つまり演技や身振りについての考察と言える。現在も精力的に舞台音楽を書いている。ピアニストとしても活動しており、レパートリーはクラシックから、 近現代音楽に至るまで、幅広く取り上げている。バッハの平均率クラビーア曲集の全曲、ベートーベンのピアノソナタ全集、スクリアービンの練習曲全集、自作の練習曲とリネティの練習曲第一巻のカップリングをズレーベルに、また、フランクのピアノ五重奏曲をナクソスに録音している。2009年、フランス学士院芸術アカデミーの会員に選出された。 2017年にシュバリエを受賞している。妻は音楽哲学者のダニエル・コーエン・レビナスである。ミカエル・レビナスをはじめ、ジェラール・グリゼなど、スペクトル学派に関する著作を多数発表している。トリスタン・ミュライユの忘却の領土は彼が世界初演者である。ありがとうございます。